今回もシーズン1に引き続き昆虫写真家の森上信夫先生と一緒に虫を探しに出かけたいと思います。昨年荻野目洋子の虫は友達の放送で荻野目さんの虫好きっぷりにたくさんの反響が。そんな声を受けてシーズン2として帰ってきました。今回はキャンピングカーで美味しいご当地グルメと虫を探す旅に出かけます。荻野目さんの大好きな玉虫も発見。一期一会の旅始まります。続いては森上先生が何かを発見。ここにいるんですけど見えますか。あー、うわーすごい動画。シーズン1でニシキリギリスってやったでしょ、はいはい、あの仲間ですね。これヤブキリって言うんですけど。荻野目洋子の虫は友達。